マチュピチュの石壁、霧石積みになっている。霧石積みとは、正方形や長方形に切り出した石を積んで作った壁、またはそのような石膏。霧石積みのブロックは大きめの脳が叩いて、各面が平らで角が直角になるように削って作られている。英語圏では、ブロックの高さが30センチメートル以上のものをアシュラーと呼び、それ未満のものは、 スモールアシュラーと呼ぶ。霧シズみは、レンガの代替として古い建築物の建設によく、使われた。一般に外面は滑らかで、金属串を使って小さな溝をつけて、装飾とすることもある。このような装飾が可能なのは、霧石が比較的柔らかい石の場合である。この装飾を、メイソン、エスドラックと呼ぶ。この用語は、英ゲ文明の成功な石積みなどを指すのによく、 使われるが、上述した、英語圏でのアシュラーより大きいものが多い。例えば、ミケーネ文明の放火状墳墓の疑似ドームは、綺麗し積みになっている。ドームを形成する霧石は上に行くに従って、小さくなっていて、頂上に、冠石がある。放火状墳墓のドームは、真のドームではなく、持ち送りアーチを使っている。キリ石積みは、ミノア文明のクノスソスや、 ファイストスの宮殿建築の外装にもよく使われている。これらは紀元前1700年から紀元前1450年のものである。ありがとうございます。